紳士淑女の皆様、ごきげんよう。ハリガンネットワークへようこそ。ハリガネマガルです。さあ、それではリターンオブザ・オブラディンの続きからやってっちゃいましょう。さてと、この月をバックにね、いろいろな残骸たちが残っておりますけれども、一回ね、前回の振り返りしてみたいと思います。手記を見てみましょう。ページね、ぐる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 回してて、いろんな人が亡くなっていっちゃいましたね。いやー、それを探っていくってゲームなんですけど、この60人、あー、ここね、この破滅って章ね、この破滅って章、よく見てみると、このマストがね、イカなのかタコなのか、軟体類がマストをボキーやってる感じになってますけども、こういう感じでちょっとどういう形で死にましたよってとこがだんだんとこういう風に絵になってきたりとかするんだね。これちょっと見てみっと、これまずこれなんだけど、僕ちょっと勘違いしてたみたいで、これね、あのメメントモーテムするとこれが全部出るじゃないですか。これのセリフ、俺も乗せろてめえをダメのデンマーク野郎ってとこ、これの左、これの×がついてるのが、この今回そのページで死んだ人っていうことらしいんだね。自分を動画見返してやっと気づいて、あ、そうなんだ。え、じゃあこれって「てめえはダメだデンマーク野郎」って言ってる人が加害者ってことでしょ。だから「俺も乗せろ」って言ってる人が殺されてるってことは、この俺も乗せろって言ってるのはデンマーク野郎ってことなんだよな。だからこれはこの人ラーズリンデに撲殺されたんじゃなくて、ラーズリンデが撲殺されたってことなんだね。いやー、こういうとこで一個踏み違えるとすぐに死因とかね、加害者被害者が分かんなくなっちゃうと思うから、これはちょっといろいろ気をつけながらやっていかないとダメですね。このラーズリンデが何者かに撲殺された、こうなるんだね。いやー、これね、動画撮ってるならではだね。後で見返して、あ、違うじゃんって気づけるのはいいことですね。こんな感じでちょっとね、慎重にやっていきたいと思います。これがね、ラーズリンデということが分かりましたと。で、エドワードさん、画家さんね、エドワード・スプラットもこの軟体類にやられちゃったからね。そんで、あとこれなんだけど、これも動画で見返した時に、この人ね、このスケッチのこの上にいる人ね、このサイコロで賭博をやってる人、この人が上半身を大砲でもうコッパみじんになっちゃった人の、撃った大砲の下敷きになってた人だったんだね。これも後で気づきましたね。だから大砲で撃ち殺されたっていうか、この人物は誰の死因、ここだけは分かったね。圧殺かな。で、この大砲でぐちゃっとね、撃った衝撃で大砲が動いて、その下敷きってことだな。大砲に押しつぶされて死亡した。でね、よくよく見たんだけどね、この人ね、いろいろ極力ね、ニックネームをつけていくというこういう縛りが生まれてしまったものでございます。縛りっていうか、皆さんにね、わかりやすくこの動画を見ていただくために頑張ってニックネームをつけていこうと思うんだけど、この人ね、僕のおじいちゃんに似てるんだよね。だもんで、この人は、はじめさんです。はい、この人、はじめさん。よろしくお願いします。だんだんとね、一人一人に、ちゃんとつけていきたいね。この人は、テケテケさんね。あ、テケテケさんの逆ね。上半身だけしかない妖怪の、逆バージョン、ケテケテさんですね。この人は大砲で撃ち殺されたっていうか、事故死なんだよね。だから撃ち殺された、射殺っ
ていうよりかは事故死みたいなページはあるのかな。爆死になるのかな。大砲って爆発して殺すものだよね。大砲で人を殺したことがないからわかんないんだけど他にないもんね。圧殺でもないしね。射殺、人が意図的に撃ったわけじゃないからね。だからこれは大砲で撃たれた爆死っていうことに一旦しておきましょうかね。これだもんね、ここの右上のこのスケッチでね。大砲ドーン、消せ導火線をピギャーってなってるからね。ピギャーっていう暇もないだろうけどね。どんどんね、こんな感じで後追いでもいいからね、少しずつ直していきましょう。これも軟体動物のせいでね、船が傾いたせいだったっていうことがね、分かりましたね。この人は、でも大砲がない部分で、この人もバーンってなってるから、これ読んだらやっぱ分かるんだね。この人の罰がついてないってことは、別の人が火薬を投げつけて、この人を助けようとしたが、が運悪くその爆風に巻き込まれて死んじゃったってこった。いやー、助けようとした人もね、ショックだったろうね。そんぐらいの混乱状態にあったんだろうね、あの触手がね。うわー来てたからね。この人、入れ墨さんね。この人もなかなか陰惨な、いやー引きちぎられて殺されちゃうんだよね。でね、この人、入れ墨くんとか入れ墨さんって言ってたけど、ちゃんとニックネームをつけたいと思います。入れ墨をね、びっしり入れてるから、海賊棒太郎でいきましょう。ゴールデンカムイのね、海賊棒太郎です。よろしくお願いします。アビゲイル・ホスカット・ウィッテレル。ホスカットのね、妹さんで船長の嫁さんだったんだね。いやー、この人が死んだことによって船長とね、このホスカットさんが仲悪くなっちゃったのがね、事故死でしたね。いたたまれない死でした。他にもたくさんの失踪の人ね。このキャスケットさん、右上のね、この人はおそらくだけど転落死っていうかね、マストからピューンって船外に落ちてたから、この人も溺死もしくは転落死なのではないかと思います。一応転落、船外、これにしときましょうかね。これとかはまだちょっと分かってないね。あ、これハゲメンチね。この人まだ生きてるね。あとはいろいろあるけど、まだまだ分かっていない部分の方が多いですね。まあ序盤だからね。脱出ってあるから、やっぱこの軟体動物から脱出しようぜっていう、そんな下りもあったのかな。でもまだまだ全然ページあるよね。120ページ終幕。これでウィリアム・ホスカット、この一等航海士、ロバート・ウィッテレル船長に銃で射殺。いやー、本当は仲が良かったんだろうね、この二人もね。で、このニット帽、ニット帽もナイフで殺された。で、このね、ハゲヒゲって言ってた人ね、ちらほら出てきてるからね、この人もなんとかうまいことこの流れの中でね、ニックネームをつけたいと思います。頑張って。今ちょっとまだハゲヒゲのままで大事に取っておこう。好きなものは最後に食べるタイプです。食べるっておかしいけど。で、ロバート・ウィッテレル、これがね、もう終わりだって言ってね、まあ、義理の弟みたいな、義理の兄って言ったらいいのかな。
な。自分で殺しちゃったわけだからね。自殺しちゃったんだね。さて、そんな感じでいろいろな感じの死因を探っています。で、このね、この3本線、これも3人の死因がはっきりしたから出たって感じらしいね。まあ、そんなこんなで死因をちゃんと改めていきたいと思います。さあ、それでは続きいっちゃいますよ。続きっつってもね、どんなとこから見ていけばいいだろうな。結構全体的にもう見てるっちゃ見てるような気もするんだけど、ほらね、いろいろな方の死体が転がっておりますね。アビゲイルもね、こういう風に安置されてるから愛されていたんだろうね。さてと、じゃあこの後半下見ていこうか。法列後半のさらに下、ここら辺を見ていけば、あれ、ここ開けてないか。あ、これ開けたよね。うん、これ見たね。 OK。 うんでばうんでば、この後半下に行こう。こっから降りていくね。よいしょ。このさらに下っていうのはどうやっていくんだろうな。ここでね、ケテケテさん、そしてここにいるのがはじめさんですね。大丈夫かな、怒られないかな。こういう扉とか、あ、開くね。あ、ここでも戦いの跡が残ってるね。何発か撃ってたんだろうな。え、でも撃ってたのか。ここで寝てた人安眠できないよね。この狭い室内でドカーンってやってたんだ。こういうの、こんな狭い室内であるもんなんだね。ここは普通に大砲とかがない泊まれる場所ってことか。ここ綺麗なもんだね。あ、なんかこういうのも一個一個個人を特定するアイテムになるんじゃないかな。いやー、覚えていかないとね。よし、じゃあここの扉全部開けてみちゃおうか。ちょっとなんか情報が残されてるかもしれない。あ、服だね。なんか表示がちょっと変わってるけど、これは関係ないかな。ここら辺も何か荒れた要素はないか。OK。 だね。 OK。 はっ、ナイフがあるね。え、ここで誰か刺されたってことだな。よし、ちょ見てみようぞ。あった、もう一つの遺体を発見しましたよ。あー、ご愁傷様です。お疲れ様でございます。ヘルメット持ってん。あ、ノー、大丈夫か。ひどい切り傷だ。Don't leave. 置いてか。 Bear up, son. しかし、私がついてる。 Tell Pete's mother, right? ピーターのおふくろさんに。 I tried my best. I 僕は To pull him back, to save him. You tell her yourself. 自分で伝えるんだ。Brennan! Bring the surgeon's kit! はっ！あー、ピーターを助けようとした誰かが亡くなった。あ、この人いたね。あー、裁判にいた人だね。いやー、この人がナイフで切り傷、ナイフで切られて死んでしまったんですね。それを見通っているこの人は誰だ。あ、この人もいたな。これはどの場面でいた人だ。あ、ウィリアム・ホスカットじゃん。そうか、ウィリアム・ホスカットに見…うわー、刺した人を見てるのか。あ、いる。う、ああ、
ハゲヒゲ。わあ、急いで降りてきて刺したのは、あれ違う、この人持ってるの棒だ、ニット帽じゃん。で、あれ、わあ、いっぱい死んでる。ああ、この人、もじゃもじゃと言ってた人だ。ああ、上級船員たちが争ってたってことか。出図のページだ。今小さい船の小舟の表記があったよね。だからこのオブラディン号から降りちゃおうと、脱出しようとした人たちのページなんだ。その時にあった事件のページなんだね。とにかく誰かに殺された。何か、とにかくこの人は誰かっつうのまだちょっとわからないから、ナイフによる殺害だね。これだ、これは間違いないだろうね。何者かにナイフで殺された。ちょっとごめん、もう一回見返したいから、ちょっとこれは何者かは置いとこう。ああ、アホスカット、ウィリアム・ホスカットも仲間思いだったんだね。ただの反乱者っていう感じじゃないんだ。ブレナン、医療具を頼むって言ってるから自分の仲間だね。友達に頼んでるって感じだから、もしかしたらニット帽かハゲヒゲがブレナンっていう可能性が高まってまいりましたね。でんで、あ、これアクションを起こせるブルブルだね。こいつが、これが、もじゃもじゃと、あ、アクション起こしちゃった。アクション。こっちの死体は何かわかんないけど、メメトモーテン。いや、ピーターを助けようとした人、この人玉を追って先ほどの遺体の元に参りますよと。あ、来た。これはやっぱさっきのニット帽に殴られたのかな。メメントモーテン、おい、何をした。あ、早い。あ、もうすでに顔がない。もうすでにこの人は死んでいった。こいつがニット帽に殴られて死んでる。で、こいつは誰。ああ、おそらくこれ吉住じゃないか。ちょっとよく見して。銃持ってるね。あ、先ほどのもじゃもじゃを撃って殺したね。で、このニット帽がこいつを後ろからパッカーンってやって、この血が続いてるってことは、あ、あれ、え、ホスカットじゃないか。ホスカットだね。地球的にはピーターを助けようとして刺された人。ちょっといっぱい死んでる。あ、これさっきピーター助けようとした人。相次ぐ事件。科捜研呼んで、科捜研。ああ、いや、もうすでにこの時にもうギスギスはピークに達してたって感じだね。とにかくこいつは、暫定吉住は撲殺だね。これは
違うね。これはモンスターによる殺害だから。これだ。何者かに撲殺された。これはニット帽に撲殺された感じだね。いやー、2キルしてるね、こいつ。悪いやつだったのかな。どっちが悪かったか、どっちが正義なのかは、まだわかりませんが。居合わせたのはニット帽を、で、ピーター助けようとした人、で、ウィリアム・ホスカットと。ってこったね。ハゲヒゲは、まだこの時には気づいて降りてきてはいなかった。なるほど。いや、もうすでに三方のご遺体が。ああ、背中刺されちゃってら、もう。これは致命傷だ。だから、この血の跡は、この、ピーターのお母さんに遺言を託した人の血痕だね。だから刺されたのは、こっち側だ。ここで刺されて、このもじゃもじゃと、今のピーターのおふくろに伝えてくれおじさんが、バーン撃たれて、ダーン刺されて、お前何やってんだってニット帽が、こいつを、吉住後ろから、天気予報当たってねえじゃんって、やったってことだね。ことか。とにかくもう一回アクション。どんどんアクション起こせちゃうな。よし、この人も、メメントモーテムだね。いやー。連鎖的に起こる人と人の争い。さあ、この人玉をまた追いましょう。くる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 待って、はい、来た。もじゃもじゃ。軟体類とは結構戦いを繰り広げていましたけど、強いと思ったけど銃には勝てなかったよ。船長は信用できねえ。何か考えても、船を乗っ取って東へ向かう。あの気色悪い魚と貝を売りさばくんだ。あ、誰かいるのか。なんだ。あ、死にめ。やめろ。自慢のヒゲは防御力が高かった。いやー、至近距離で撃っちゃったんだね、吉住。あれ違う、これピーターの袋に伝えてくるおじさんだね。うん、どっちだ。顔、あ、顔、顔をよく見せてくれ、顔。うわー、もうしゃがめない、しゃがみたい。あとは他には、はあ、もう刺されてる。あ、やっぱ吉住か。わかった、もじゃもじゃが刺したのか。もみ合いだね。いや、もう前頭葉丸ごとそっくりいかれたね。銃殺。いや、もう見合いの中、あんな距離で撃たれちゃ避けようがないね。これは相当な殺意を持って背中を刺して、その後吉住がワンターンツーキルしたのか、それとも言い合っているのを、そう、反乱を見つけたから反乱だって言ってて揉み合ってるから2対1のはずなんだよね。どっちがどっちだ。とにかくこれは射殺だ。銃による射殺。よし、とりあえず死因は分かった。船長は信用できねえって言ってるのがもじゃもじゃだね。
いやー、この時からもだんだんと船長への信用度がなくなって、それで脱出しようってなったんだな。あの新入り目、だからこの会話を見るだけだったら、まだ二人で共謀してるってわけじゃないんだね。死んだのが反乱しようとしている、そして新入り見るで、揉み合う、撃つってことは、何か考えてもって言ってる人がこの人を撃ったんだな。その前にもじゃもじゃがあの新入りめって言って、新入りのあのピーターの おふくろに伝えてくれおじさんの背中をドンと刺したけど、待て待て待てと、もちゃもちゃもちゃってなってバーンってなっちゃったってことかな。あー、またアクション、ちょっと整理させて全体的に見ていこうね。このアクションは何に繋がるんだ、ちょっと見てみよう。メメントモーテン、ここら辺にアクション紐付けられているのはないな。上か、あ、上にも、あ、これニット帽だな。あ、あれ、これだな、あれ、ちょっと待って、これはあからさまに船から誰かが落とそうとしてるね。戦いの後見てみよう、メメントモーテン。うわー、すごいな。もうすでにその前にはたくさんの戦いがあったんだな、船員同士の。もう人間関係はズタボロになっている、そんな感じが伝わるな。よし、見てみよう。戦ってるぞ、行かせろ。うわー、撃たれた。あ、お目目バッチリ、お目目パッチリおばさんが。嘘だろ、なんで撃つこんなん。あ、これは、あー、ひげもじゃの縦棒だって前回呼んでた人だね。あー、ここで死んじゃったか。君の名前はヒュージャックマンだ。こんなとこで名付けたくなかった。うわー、にしてもパッチリおばさんが撃ったんだ。で、隣にいるのは誰だ、これは。うわー、見たことない人だ。この人はエプロンっぽいのつけてるね。なんかご飯作る人だったのかな。はははは、ここでも戦いの後、戦って脱出した人がいるってことか。はあ、ヒュージャックマンはお目目パッチリおばさんにハートをズッキュンされたってことだね。行かせろ、脱出させてくれっていう感じのセリフなのかな。ああ、ヒュージャックマン、射殺だね。銃による射殺。お目目パッチリおばさん、まさか女性すら。またアクション多すぎ。
もう連鎖なんだね。殺害の連鎖。ニット帽も。ここでもうもみくちゃの戦いが巻き起こってたんだな。アクション起こそう。いやーもう名付けようとした人が、あーこの人ももしかして名付けようとした一緒に乗ってたおめめパッチリおばさんと一緒に驚いてた人だよねこれ。さあ人玉を追って、もうこれ人玉にしか見えないもんね。ああこれはあのヒュージャックマンのカトラスかな、あの剣でザクッとやられてしまったんでしょうか。さあメメントモーテル、スワン炭火はこれで全部です。いくるか、そら最後のモードだ。おい危ない、カモンは任せろ。やめて、なんてこった。このおめめパッチリおばさんと一緒に逃げようとしたんだ。あー目をそらすな、よく見ろ。そう、君の名前は高倉健さんです。こんな状態で名前をつけたくなかった。なんてこった。ああヒュージャックマン、さすが筋骨隆々。ああここで騒ぎを聞きつけた船員たちがねダッシュで走ってくるって感じだね。ああホスカット、ウィリアム・ホスカットと、だおそらくだけどこいつがブレなんだね、ニット帽のブレナ。だいたいこの二人は一緒に行動してるもんね。うわーすごいな、もう末期って感じがすごい出てるね。高倉健さん、ヒュージャックマンにより高倉健さんがヒュージャックマンによりやだな、剣による殺害ですね。いやー何者かがまだな、ちょっとこれからもうそろそろ無理くりでも特定しなきゃダメかな。これはでもとにかくこんな船にもう乗ってられっか、俺はもう行くぞってなったんだね。フラグだな、かまわん行かせろってね、このセリフの真ん中あたりにあるやつ、これはその前のセリフにもあったよね、行かせろって。これは一つながりになってるね。うわとにかくこの人の CM 分かった。いやまだまだ続くぞこの死の連鎖は。待てよ、おめめパッチーおばさんとこのエプロンつけてる男爵ひげ、いや男爵ひげじゃないな、口ひげだな。黒ひげとしておこうとりあえずね。でここに乗ってんのはあのおめめパッチーおばさんの後ろにいた人だ。だから知り合いだねこの3人で、すごくこの手がねすごい名残惜しげに手を伸ばしてるから、もしかしたらこの二人は夫婦だったのではないかという可能性が出てくるね。いやーこのヒュージャックマンにあるこのうわ致命の一撃、ドキューンって音がしそうだね。この後この人が無念を晴らすんだね、ヒュージャックマンのハートをズッキュンするんだね。よしこの流れでアクション起こしよう。続くぞまだまだ。これは
下にいるのか、後半の下にいるのか、それとも、もしや、そういうわけじゃないか。船外に落ちたわけではない。だよね。後半下に行ってみよう。ああ、ここだ。あ、いっぱいいる。ここでも何がしかの戦いが。うわぁ。不穏なシルエット。うわぁ、この人、片手がちょん切られちゃってるよ。よし、この人の真意を見てみよう。メメントモーテン。さあ、これがどのようなつながりで、この人の命を絶つことになったのか。ぐるりと回って人玉は奇跡を描いていく。さて、見てみよう。あんたはどんな最後だった？ Put me down!おろせ、落ち着け、ひどい怪我だ。大イカが、フランス野郎無事か。イカ消えた。あんたの上司は、大体に、さあ、あの化け物を倒したのか。一体どうやって嵐が収まったら帰ってったよ。船長が倉庫から上がってきて、追い払ったとさ。いいから休んでろ。あの手の呪いは。自然に溶けはしない。なるほど。もじゃもじゃ。そしてこの人は吉住だね。うん。吉住ともじゃもじゃがこの人を見とった。あれ、これは紳士の人じゃないか。銃をポイポイ二人でキャッチボールしてた。ふぅー、片手もげちゃってる。しかも大イカ野郎って言ってたよね。あれはイカだったんだ。いやー、結婚がしてたり。あれ、これは、これはピーターのお袋に伝えてくれおじさんか。いろんな動きが同時多発的。ああ、紳士の人だ、やっぱ。ああ、でも死因わかんないな、直接の死因は。落ち着け、ひどい怪我だ。大イカが、フランス野郎は無事か。イカは消えた。あんたの助手は八つ咲きに。とにかく、これはイカに、やられちゃったってことでいいのかな。でも何かく、何がしかの呪いが、この船を襲ったということだね。いや、まだわかんないな。直接的な死因がわからんな。失血死ってのは間違いなさそうだけどな。別に何か他の武器で攻撃されたって感じしないもんね、このシルエットだとね。いや、すごいことになってきた。でもあのイカとかのやつ、もっとすごいことになっちゃうんだろうな。とにかくもう一度ちょっと見てみよう。完璧に手をもぎ取られたことによる失血死として考えて良さそうだね。うわぁ、尋常ではない力に引きちぎられたって感じだ。で、吉住もじゃもじゃ、吉住か、もじゃもじゃを撃った。
で、こいつ、この3人でイカと戦ってて怪我したこの紳士をここまで連れてきたってことね。で、フランス野郎ってのはこの人の部下ってことなんだろうな。でも八つ裂きにされちゃったと。うわー、徐々に分かってきたな。さあ、そんなこんなで連鎖的に起こった死と、そして殺害、そして逃避行、謎が謎を呼んでますけれども、そろそろいいお時間になったので今回はここまでとさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。